ポチッとな。さあ、釣れてます。ダイソーさんの引き釣り仕掛けセットで、ダブルで、ね、2本針がついてますんでダブルでかかりました。餌は青い磯目を使ってるんですけども、餌ですね、尻尾側の方をですね、ちょきっとこう尻尾側の方を切りまして、針が大きい場合はちょんがけ、小さい場合は通しがけにするとバレにくいと思います。それっぽいですね。頭の方はまあ残しておいて、お尻の方から尻尾の方をですね、こう継ぎ足していきます。ふにゃふにゃになった餌はですね、これいいエキスが出ますんで、ちょんがけで、コツはですね、針先を必ず出してください。針先を出すことによって針のかかりがもう格段に良くなりますので、こんな感じですね。なるべく餌取りの多い場合には針の近くにですね、ちっちゃなガンダムを打つとより早くですね、ハゼの棚に近づけれますんで釣果が出やすいと思います。ですね、浅い場合はもうそのまま何の加工もなくて、ハゼです。いい当たりだったんですね、ハゼですね。まあまあ大きさですね。猫に取られた、猫に取られました。すぐね、近くで猫が、まあ、近まえてますんでね、ちょっと大きいので写真撮ろうかと思って見たら17センチぐらいありますかね、大きいハゼでした。猫が今むしゃむしゃ食べてます。ダブルです。ダブルです。